痛いよ、痛いよ、止まらぬよ。とても大事な話があるんよ。こんにちは、未解決事件捜査官です。こんにちは、未解決事件捜査官助手です。今日紹介する未解決事件は、街中の地下道の中で発生したものなんだ。16歳の女の子が、犠牲になっている。これは怖いわね。地下道は小さなトンネルの中を、歩いているようなものだし、周囲から全く見えない死角よね。こういう話を聞くと、地下道を使うときは、気をつけようと思うわ。皆さんも本当に気をつけてね。そうだね、何気ない日常の中にも、ヤバい人物というのが、うろついているからね。こういう場所を通るときは、時間帯とか気をつけたいね。この16歳の女の子は、何時頃に地下道を歩いていたの？午前3時50分頃だ、と言われている。え？それは怖い時間帯よね。こんな時間だったら、もう誰もいなかったでしょうに。普通だったら、地下道は避けるでしょうよ。こういう時は、横断歩道とか歩道橋を、使わないといけないわ。それがね、この交差点は横断歩道や歩道橋を、すべて取り払って、地下道を作っているんだ。できたばかりの時、通勤通学に時間がかかるようになった、と苦情もあったらしい。あら、ほんとね。反対側へ行くとしたら、地下道を使うしかないような、場所になっているんだ。あとは大きく迂回するしかないわね。これはどうなんだろう。防犯的にこれは問題あるわ。事件があったことから、後になってこの地下道に、防犯カメラが設置されるようになったのは、良かったかもしれない。しかし、事件の前はボタン式の警報器のみだった。というか、昔の事件とはいえ当時、防犯カメラがついていなかったのは、痛いわね。場所も地下道だから、目撃情報もないだろうし、だから未解決事件になっているのよ。2000年に発生した事件だね。2000年だったら、今ほどではないけれど、各地で少しずつ防犯カメラは、普及していたからな。地下道を作ったのなら、まず、こういう場所にはつけないとね。この事件は、地下道以外にも3つの特徴があるんだ。一つは後に母親というか、養母が別件で逮捕されているんだ。養母なんだ、ということはこの16歳の女の子とは、血縁関係はないのかしら？血のつながりはないということだろうね。本当の母親なら実母という言い方になる。しかも養母なのに一緒に住んでいなかったんだ。この女の子は父親の連れ子で、養母と再婚してそして父親は、病死してしまったらしいんだよ。それは不思議な関係ね。実母と養母がいて、この16歳の女の子は実母ではなく、養母に育てられたはずなのに、一緒に住んでいないとか。まあそのあたりは、後でしっかり説明するよ。そして二つ目は、悪質なデマが流れていたんだよ。以前から思っていたけど、未解決事件の話になると、面白がって父親や母親が犯人だ、という人が出てくるわね。それはなぜなのかしら？昔、悪名高いサイバッチという、メールマガジンがあったんだ。この事件に関しては、サイバッチがこの女の子がエイズだったとか、刺されたのはエイズが原因だ、というデマを真っ先に流したんだ。サイバッチ、あったわねー。懐かしいわ。確か別の件でデマを流して、訴えられて200万以上の損害賠償あったわよね。早稲田の件だよね。まあ、金額はその程度では、済んでいないようだけどな。昔は事件の話になると、関係ない人を犯人扱いして、面白がっていた人たちが一部でいたんだよ。別の事件の被害者だった女子高生のことも、援助交際がどうのこうのとかデマが、広がっていたわね。あれも広島だったな。なかなかひどかったね。サイバッチがあった時代に発生した事件は、全部がサイバッチのせいではないにしても、
被害者を誹謗中傷、その家族を犯人だ、みたいなデマが今よりもはるかに多くあったよ。悪影響はあったと思う。今はネットを見るとそういうデマサイトやブログは、ほぼ綺麗になくなっているわね。でも YouTube には、まだ面白がって身内が犯人だとか、言う人がいるんだけど。道志村の件とか、赤城神社被服失踪とか、松岡信也くんのこととか。多分、身内を誹謗中傷したり、犯人扱いする古い動画がまだ残っていて、それを見た人たちが信じてしまって、誹謗中傷しているんじゃないか？わざわざ言うのもあれだけど、サイバッチもそういう動画も、何一つ裏なんか取っていないよ。妄想を本当のことのように、垂れ流しているだけだからね。そういうのを鵜呑みにして、あちこちに書き散らかすのは、気をつけた方がいいと思うよ。これ、意地悪で言っているわけじゃないし。赤城神社被服失踪事件なんか、成人の失踪だから捜索人数が、少ないのは当然のことなのに。それを家族が嘘をついていたから、警察はすぐ引き上げたとか、言い出す人もいたわねー。子供の失踪は、100% 事件性があると判断される。なぜなら子供一人で生活できない、自発的失踪はないからだ。大人の失踪は、自発的な失踪の可能性がある。現場に事件性がなければ、そりゃ捜索は小規模になるよ。そもそも大人の失踪では、捜索すらしないこともあるくらいだ。結婚があったとか、そういう事件性があるものが見つかれば、大人の失踪でも警察は捜査しているわね。千葉の夫婦とか、京都のジョギングしていた主婦の方とか、そういう変なこと言う人たちって、サイバッチの負の遺産かもしれないわ。ちなみにサイバッチは、2010年に廃刊になっている。話がそれたけど、最後の三つ目の特徴なんだけど、彼女は死の直前に友達に大事な話がある、と言い残しているんだ。これはとても気になるわねー。ということで、前置きが長くなったけど、今回は広島市内の通りのとても多い、交差点にある地下道の中での、未解決事件を紹介するよ。事件の概要と背景、そして被害者の少女の謎の言葉、うぷ主の推理を交えながら解説します。皆さんよろしくね。この事件は2000年1月20日午前3時50分頃、広島県広島市中区西白島町にある地下道を、歩いていた無職の熊井小杖さん16歳が、襲われた事件なんだ。無職？小杖さんは16歳で無職なの？学校は行ってなかったんだ？そうなんだよ、一部ではフリーアルバイター、という報道もあった。小杖さんは中学を卒業後、98年4月に、広島市内の私立高校へ入学しているんだけど、1年生の99年3月に、高校を退学しているんだ。時々アルバイトをしていたようだけど、襲われた時は無職だったと言われている。なるほどね。いろいろと訳がありそうな事件ね。さっきも言ったけど、この地下道は歩道橋も横断歩道もない、交差点に作られたもので、全長236メートルとかなり大きなものなんだ。その地下道の真ん中付近に、小杖さんは倒れていた。第一発見者は通行人、犬の散歩をしていた主婦だった。この主婦の人もちょっと時間が違っていたら、危なかったかもしれないわね。そうだね、犯人とすれ違っていたかもしれないし、犯行現場に出くわしていたかもしれない。実はこの時は、まだ小杖さんは息があったんだけど、病院へ搬送され、約1時間後に死亡している。犯行直後に通りかかったのね。この主婦の人は、こんな時間に地下道を歩いてるのはどうなんだろうな。犬を連れているとはいえ。うぷ主が言っていたけど、山口県とか広島県は地下道が多いらしいわね。特に山口県は交通量がそんなに多くない田舎にも、地下道があるって言っていたわ。山口県に関しては、西日本では特別な場所だからね。そもそも道路からして山口県は違うんだ。どの道路もめっちゃ綺麗に舗装されている。それはどうしてなの？山口県からは、これまで全国最多の、
8人の総理大臣が出ている。初代総理大臣の伊藤博文とか安倍晋三、佐藤栄作、桂太郎と、長期政権になった、この総理大臣たちは全て山口県だ。そういう意味で地下道が多く、道路鉄道インフラの部分は格段に恵まれているんだよ。だけどこういう事件があると、地下道も良し悪しよね。まさにそうだね、歩道橋も作ってほしいところだよ。小杉さんはその地下道で、刃渡り10センチほどの刃物で、刺されたと見られている。でもその傷は、ちょっと不思議だなと思ったんだ。傷跡に不思議とか、そういうのあるの？なぜなら、小杉さんは両腕の付け根近くの背中2箇所、そして両太ももの裏側2箇所刺されていたんだ。左右対称に4箇所、という刺され方だった。普通、こういう通り魔事件って、めった刺しとかいう報道が多いわよね。小杉さんも抵抗しただろうし、なんかちょっとした違和感を感じるよ。彼女の着衣には乱れもなく、財布の中の現金も残されていたんだ。金銭目的で襲っているわけではないのね。じゃ、通り魔とか怨恨なのかしら？そういうことなんだろうね。でも彼女はなぜ、午前4時頃にこんなところを歩いていたの？この日小杉さんは、19日夜から友人数名と会って、この時間まで遊んでいたんだ。JR 広島駅付近の繁華街や、その周辺のゲームセンター、漫画喫茶などで女友達と遊んでいた。その後、小杉さんは午前3時15分頃に、一人でタクシーに乗って、この交差点付近にある、地下道そばのファミレス前で降りている。親御さんたちは、こういう彼女の行動をどう思っていたのかしらね。この時、小杉さんは養母ではなく、祖母と一緒に住んでいたんだよ。タクシーを降りた交差点から、50メートルほど離れたところに、自宅があったんだ。なるほど。家庭環境が複雑だったのね。おばあちゃんって大体優しいから、夜遊びもやりたい放題だったかもね。ちなみにタクシー運転手が言うには、この時点で小杉さんは特に変わった様子もなく、携帯電話でずっと友達と話をしていた、とのことだよ。車を降りる時も、話し続けていたらしい。携帯で話しながら歩いていると、注意力散漫になるから、危ないのよね。周りに変な人がいたとしても、気がつかないでしょうに。彼女が自宅の手前でタクシーを降りたのは、コンビニに行きたかったんだ。今はこの交差点にはローソンはないけど、昔はこの角にあったらしい。なので降りた場所から、一度地下道を通って、ローソン側へと渡っている。午前3時30分頃のコンビニの防犯カメラに、彼女の姿が映っていたけど、一人で買い物をしていてその様子に異常はなかった。そして、これが元気だった彼女の最後の姿となった。じゃあ、小杉さんは買い物が終わって、また地下道を通って反対側へ戻ろうとした時に、襲われたのね。そういうことだね。2回この地下道を通ったことになる。午前3時30分頃にコンビニを出て、そして3時50分頃に、先ほどの通行人が通報しているんだ。コンビニ出てから通報まで、20分もあるんだ。ということは3時40分頃に、襲われたと思うんだけど、小杉さんはもしかしたら、犯人と会話したりしていたんじゃないの？20分は長いよね。コンビニの防犯カメラだから、ちゃんと時間がわかるし、通行人が通報した時間も、警察がちゃんと記録するから、20分前後というのは、大きくは違っていないだろう。では、やっぱり顔見知りかもしれないわね。そこで何か揉め事があったのかも。詳しく言うと、最初に通行人は、うずくまっている小杉さんを見つけるんだ。そして声をかけたけど、うーんというだけだったので、一度通り過ぎているんだよ。しかし、やっぱりおかしい、ということですぐに戻って、その時に血を流していることに、気がついて通報している。まさか刺された女の子だと、思わないわよね。
でも、それでも20分というのは長いわ。そこで誰かと何か揉め事があったのかもしれないと思う。この事件はね、とにかく犯人に関する有力な目撃情報が少ない、ほとんどないと言ってもいいほどだ。犯人に繋がるような遺留品もない。凶器の刃物を見つけようと、金属探知機等を使って太田川河川敷などを、警察は探していたけど見つかっていない。とても難しい事件よね。しかし、犯人を見たというような、情報は皆無ではなかったんだ。いくつか情報が寄せられている。一つは現場に20歳前後の若い男が立っていた、うずくまっている小杖さんを、見ていたというものなんだ。怪しいわね。それってまさしく犯人じゃないのかしら？こんな時間に地下道にいるのも怪しいし、何より犯人じゃなければ、小杖さんを助けていたと思うんだよね。しかし、結局、この男性を特定することができなかった。あまりにも情報が少なすぎたんだ。顔を見たとかでなければ、探しようがないわね。そしてもう一つが、小杖さんがファミレス付近でタクシーを降りた時のことだよ。まるで彼女を待っていたかのように、地下道付近に止まったという、不審な車が目撃されている。そういえば、この交差点から50メートルのところに、小杖さんの自宅があるのよね。ということは、いつも小杖さんはここでタクシーを降りていたのかもしれないわ。それを知っている犯人が待ち構えていたってことはありえそうよ。全く同感だよ。何か恨まれるようなことがあったのかもしれない。しかもこの犯人、小杖さんを襲った後に、彼女の携帯電話を持ち去っているんだよ。ということは、顔見知りの犯行ということね。また、ちょうど刺された直後に、たまたま友人が電話をかけてきたんだ。その電話に小杖さんは答えている。すごい偶然よね。それはなんだかな。彼女はその時に痛いよ、痛いよ、血が止まらんよ、と同じことを何度も繰り返したそうだ。友人がどうしたんと聞いた途端に、電話が切れてしまった。もしかしたら犯人が、電話を取り上げたのかしら？それはわからない。冒頭部分でも触れたけど、小杖さんはちょうど事件に遭遇する前に、友達と電話で話していてとても大事な話がある、と言っていたんだよ。そしてその話を聞いてほしい、アドバイスをしてほしいと言っていたんだ。でもなくなってしまったので、結局この大事なことの内容は、わからずじまいなんでしょ？そうなんだよ。結局、大事な話が何だったのかは、わからなかった。この謎に満ちた小杖さんの発言が、裁判地の餌食になり、裏も取れていないデタラメを信じる人が、出てきてしまった。そして、いつの間にか大事な話、というのに尾ひれがついて、検査の結果が出たんよ、という文言まで誰かが付け足していたんだ。以下が、そのメールマガジンにあったデマだよ。付き合っていた客30歳サラリーマンに、エイズを移してしまい、その客が妻に移してしまい、エイズ感染と夫の不貞の二重の浮き目にあった、妻の犯行だそうです。エイズ患者の人権のため、報道されないとか聞きましたが、もしかしたら脳病関連かもしれない。すごい電波ユンユンの話よね。読んだだけでデマってわかるわ。しかも、犯人はすでに逮捕されているが、報道規制の関係で報道がされていない、という話まで付け加えられている。そもそも犯人が逮捕されていたら、警察は捜査本部を構える必要もないし、捜査の必要もない。ちなみに警察は、事件からちょうど10年後の2010年1月21日に、風化許すなというメッセージ掲げて、チラシ配りまでしているんだよ。それって京都精華大学の未解決事件でも、同じようなこと言っている人がいるわね。犯人が精神病院に入院しているから、逮捕できないとか、逮捕されているけど、報道されていないとか、本気で言っている人もいるわよ。
逮捕されていないから、この事件は捜査特別報奨金をかけているし、遺族は今年も京都の現場で、チラシ配りしているんだけど、ちょうど17回忌だったはずよ。精神病院入ろうが、エイズになろうが、犯人だったら逮捕されますよ。人権などは関係ない。この事件、途中で捜査特別報奨金が、取り下げられたことを逮捕されたと勘違いして、デマを撒き散らした人もいたのかもしれないわよ。捜査特別報奨金というのは取り下げたり、新たに他の事件に設定したり、解決しそうな事件に移行されたりするものだからね。今年も新たにタクシー運転手の事件に設定されている。定期的に金額の見直しなども行っている。小杉さんの死から3年後の2003年1月9日に残念な事件が発覚してしまう。養母の熊市恵子容疑者が遺族年金を騙し取ったとして逮捕されている。とても残念な事件ね。しかも逮捕は一度だけではなく二度もあったんだよ。一つは1999年に国民年金に加入している夫、小杉さんの父親でもあるんだけど、病気で亡くなっている。その時に、18歳未満の子を養育する年金加入者の配偶者であれば、亡くなった夫の国民年金を受け取ることができるんだ。しかし条件として、その18歳未満の子と同居の必要がある。千恵子容疑者は民生委員を騙して、当時別居していた小杉さんと同居しているかのように装う、虚偽の書類に署名させ役所に提出した。遺族基礎年金、計138万円を自分の口座に振り込ませているんだ。しかも小杉さんが死亡したのに、死亡届を出さずにさらに、年金を2000年8月までもらい続けて、総額は318万円となっていた。多分、これは小杉さんが事件に巻き込まれて、その捜査過程で発覚したのかもね。死亡届を出さずにっていうのが、すごく悪質だわ。血縁関係なくても自分の娘でしょう。この養母はそういう書類関係に、いい加減だったのかしら？逆だよ、とても役所関係のお金については、詳しかったと思うわ。そして、もう一つ悪事がバレて、再逮捕されている。夫が死んだ時、遺産は千恵子と小杉さんが、2分の1ずつ相続する権利があった。しかし、知人の男性を小杉さんの代理人に仕立て上げて、その遺産を放棄させている。そして、全部自分が手に入れているんだ。小杉さんは自身が全く知らないところで、勝手に相続を放棄させられていた。公金に対する悪知恵が、すごく働く人ってことなのね。しかも小杉さんとにとって養母という関係、父親の遺産までごまかすなんて、全く小杉さんに愛情はないどころか利用している。そして身内がこういう事件を起こしたので、今度は母親に対するデマがネットには飛び交ったんだ。それは、養母が暴力団関係者に、小杉さんの殺害を依頼した、というものだよ。動機は何かしら？肝心の小杉さんがいなくなったら、遺族年金が入ってこなくなるじゃないの？その通りなんだよね。ただ、ちょっと気になることはある。この養母は事件当時インタビューで、小杉さんについてこのように答えていたんだ。小杉の死を受け入れられない。夫と娘に先立たれて、私も死のうと思った。そこまで小杉さんのことを思っていたのなら、なぜ一緒に住まなかったのかしらね。そして遺産まで騙し取って。そしてその後に、遺族基礎年金詐欺や、小杉さんの遺産相続を奪い取るための、有印私文書偽造が発覚して逮捕されている。うぷ主はその件について、どう思っているのかしら？うぷ主が言うには、犯人は顔見知りで複数犯だと推理している。そして小杉さんは犯人の顔を見ることなく、刺されてあっという間に、犯人は逃げ去っていると言っている。どういうことなのかしら？複数犯って意外だわ。小杉さんが犯人の顔を見てないって、どうしてわかるの？
そもそもこの事件は、顔見知りの犯行の可能性が高い、それは携帯電話が持ち去られているからだ。しかし、小杉さんの交友関係が広すぎて、犯人像が絞りきれていないんだよね。小杉さんはそんなに友達がいたの？めっちゃ、広範囲にいろんな人と、遊んでいたらしい。一度だけ遊んだ人とも電話で話していたり、中には小杉さんの顔は、知っているけれど、名前は知らなかった、という友達までいたらしいんだ。毎晩、広島の街で遊び歩いてて、小杉さんを知っている、という浅い付き合いの人まで含めると、かなりの人数が交友関係の枠に入るらしい。なので警察もちゃんと捜査したんだけど、目立ったトラブルはなかった、という結論を出している。でも、そのトラブルを見つけられなかっただけかもしれないわ。そうなんだよ、実は小杉さんの友達と言われる女の子たちの中には、全く捜査に協力しなかった子も多くいたと言われている。すごく薄い付き合いだったのか、それとも何か知ってる子もいたのかもしれないわ。そうだね。ウプ主が言うには、目立ったトラブルが出てこなかっただけではないか、と考えている。実際は小杉さん自身が知らないところで、ひょっとしたら一方的に恨まれていたのではないかとか、そういう場合も考えられるとのことだよ。広島ってクラブも多いのよね。山口の岩国に米軍基地があって、そこから週末になると、米兵たちが広島へやってくるらしいわ。岩国の米軍基地の前にも、昔はクラブがあって広島から女の子たちが、たくさん遊びに来ていた。福生とか横須賀を小規模にした感じかな。大都市ではないけれど、遊ぶところはたくさんある、広島ってそういう印象だね。ウプ主が小杉さん自身は、犯人の顔は見ていないと、言っているのはどうしてなの？それはね、まず小杉さんの背中2箇所、そして両太ももの裏側2箇所の傷なんだけど、これはいずれも後ろから刺されているんだ。そしてその直後に、友達から電話が携帯にかかってきている。その時に小杉さんは痛いよ、痛いよ、血が止まらんよ、と同じことを何度も繰り返すばかりだった。普通は犯人がどういう人だったとか、男に刺されたとか言うはずだけど、犯人については一切言っていない。それは小杉さんが、犯人を見ていないことを意味している。なるほど、そういうことね。そういえば小杉さんは、第一発見者の主婦の人にもうーんというだけだったから、最初は事件とは思わなかったって言っていたわね。以上のことを考えると、犯人たちは小杉さんをこの地下道で待ち伏せしていた可能性が高い。小杉さんの背後から忍び寄って、右と左からそれぞれが襲っているので、背中や太ももに均等の傷が残っていたと考えられるとのことだよ。小杉さんが地下道のちょうど真ん中に倒れていたのは、この四つ角になっているところに、犯人たちは潜んでいたのかもしれないわね。さっき話していたわね。小杉さんがタクシーから降りた時に、ちょうど待ち構えていたように、車が地下道付近に止まったって。それは、犯人たちだったかもしれないわ。なのでウプ主が言うには、この事件のことを知っている友人が、必ずいるはずだ推理している。もう一度この事件に、捜査特別報奨金をつけて、情報提供を待った方がいいだろう。お金に困って誰かが、垂れ込むかもしれないわね。あとこの事件が未解決のままなのは、母親の逮捕も関係している、ということだよ。母親が遺族年金を騙し取ったせいで、母親や遺族が表に出て情報提供を呼びかけたりができなくなった。そうよね。養母が詐欺で逮捕されてなければ、遺族としてビラ配りとか大々的にできたと思うわ。まあ、このお母さんがやるかどうかは、わからないけれど。凶悪事件にもかかわらず、この事件があまり語られないのは、そういう背景があるのね。残念だけど、同じ時期の未解決事件と比べると、この事件は格段に風化されてしまっている。母親の逮捕で警察の捜査意欲も、下がったのではないかな。被害者でありながら、エイズだの不倫だの、裏付けが全くないでまで、誹謗中傷されているのもかわいそうね。
そうだね。この事件は今でも情報提供を求めているので、何か知っている人は連絡をお願いします。では、今日はここまでにするね。皆さんありがとう。